アスカコーチ。いいやん。俺のコーチ。ちょっと教えてあげて。いいやん。来週から戦えるリブドウ。雰囲気で出たよ。雰囲気で。効かない。他の選手が、8割フェード。ラームもなんかめちゃくちゃカット打ってたって。超ラームもブルックスじゃね。フルフェードだよ。ドローさん、カトリックリードも、キャメロンスミス。キャメロンスミスぐらい。ジンぐらい。アスカコーチ。いいやん。俺のコーチ。ちょっと教えてあげて。いいやん。来週から戦えるリングで。こちらはドロー。いいね。雰囲気で出たよ。雰囲気で出た。ドローです。なんかありますか？アドバイス。そうだね。あ、そう。これは。効かない。静かよね。だってみんななんかさ目つぶりながら振ってるみたいじゃない。アスカでもだいぶ静かになってるけどね。だいぶね。いやでも期間マックスやからさ。いやでもアスカ次良くなったよね。めっちゃ良くなってる。ここ1年ぐらい。下が抜けない？下の力感が抜けない。試合とか頑張ったら。開くって感覚ある。開く時もある。これで開くって感覚ある。ある。開くっていうか。浮き？昨日なんかフェードってなかった。ずっとフェード。そう。フェードになった。もうだいぶだよね。うん、もう3年目。フェーダー3年目。そうなの。17年ぐらいドローヒットやったね。そう。でずっとドローだったけど、ドローのくせにミリプッシュのくせで。いやでもドローで右プッシュだったら全然まだいいんじゃない。チーピン打ち出したらやばいけど、右プッシュ、ドローの人も大体右プッシュだ。でも多分想像してる右プッシュよりも持ってる。うちの子供のプロもね、想像超えるよね。想像超える右プッシュですよ。逆球じゃんってなって、じゃあ試しにフェード打ってみようって言って、まだそっちの方がサボったから、ちょっとフェードでやろうって言って、確かにそっちの枝球来るわ。なんですか、ドローより。あ、膝は左に出すの難しくない？ドローしたさ、ずっとドローでやってたのに、木の後ろとか行くじゃないですか、でトラブルショットとかで、じゃあこっち行きますから、左からの方がイメージがもともと多分そういうイメージだったのかもしれない。でもジムもリブで回りながらさ、8割フェードじゃないって言ってたんだ。他の選手が、8割フェード。ラームもなんかめちゃくちゃカット打ってたって。へぇー。ドローさん、カトリックリードも、キャメロンスミス。キャメロンスミスぐらい。ジンぐらい。自分で打ちながらさ、ここから回すやつがねえから、耐えて。
てさ。少ないよね。フェード。だから俺もフェード打とうかなと思ってめっちゃ。結構たまに打つよね。うん、最近打つよ。ティーショットで。ドライバー使わないのがうまいって。嫌な気したらペッて持ち帰る。スプーンをティーショット代わりにするんですよ。めっちゃ多い。下手だから。でさ、ジョブナームとかはドライバーで120とか、スプーンで170とか。そっから、自分戦えると思う。あ、次が上手くなりました。最近ね、自分のゴルフ確立してきた。へぇ。まず2オンほぼ狙わない。はいはいはい。昔はもう280、300ぐらいでも、300ぐらいでも狙う。うん、イメージあります。はい。近くまで行ってる。うん。今もほぼ狙う。確実に刻むんですね。あー。そのきっかけは何だろう。きっかけは、アメリカのデータです。グリーン周り30ヤード以下から拾える確率、100ヤードから拾える確率だったら見て、スタッツが出る。そうそう、スタッツがです。って考えたとき、100ヤード刻んだらボギーになってる。しかも、ここ最近やっぱ飛距離伸びてるから、行けちゃうから。でも、行ったとってボギーとかあるんですよ。めっちゃわかるわ。それを去年やったもん。そう。で、それが多すぎて、ハザード入ったりする。グリーン周りに。今やったんってなって、ほぼ行かなかった。そしたら100ヤード俺もともと得意だからめっちゃつくよ、うん、でパーでもスッキリですんなりいける、うん、まあまあまあそうストレスなく、うん、近くまで取れなかったら何なんてなるんですうん今ストレス完全それをなくしてどっちにしろ今向こう行ってもそんな遠、まあ、普通平均ぐらいだけど飛ぶ方じゃないからそういう戦い方したとって意味ないじゃん無理じゃん、向こうの本当にすごいトップ選手たちとかドライバーバーン行ってアイアンとかでつまんでなってイーグルパターとか打つけどそれは無理だからスプーンで打って近くまで行っての寄せてバーディーだから3はない3の確率がちょっとあるなと思ったらいいけどこれ3ねえなと思ったらもういいかな3の確率よりも6とかが見えたらもうやめるそう絶対行かないよ絶対行かない徹底してるでもなんかこう距離飛び始めていつもより2オンのチャンスとか可能性が確率が上がった気になるじゃないですか、うん、距離飛ぶとか確かにねもう私もミスしてた、うん、やっぱいけちゃうからティーショット振ったらめっちゃ短い距離でいけるじゃんかそういうのやったりするけどこの時点でもティーグラウンドからちょっと狂っちゃって行かないとみたいな、うん、そうここ当たればみたいなのが力感ちょっと強く計算してみたらいいね自分が狙った時どんだけ取れてるかねそうだそれは、ね、狙った時と刻んだ時データでから、うん、まあ30ヤードいないよく見ていけようと思いながらも刻むかもそれが合ってるんですね一皮むけた感がありますねなんか全然変わってる気づいたんだ気づいた分かったってやつマジ狙わなくなったへグリーン周りバンカー入っとけばバーディ取れるやんみたいな考えだったはいはいはいそれもなくしたへぇ状況に落ちてたよもうこれ取んなきゃダメだったはい優勝争いとかだったらまたカーンああそうですねそうですねカーン取らなきゃそう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 3日間の平均で考えたうん言い出したん俺ね言い出したん有名なのへぇ気づいた気づかしてくれたのさすが競技多くねえみたいな、はい、ああなるほど250回も切ってましたうんうん、でも行きたくなるその選手の気持ちもめっちゃ分かる、うん、100ヤードが100ヤードうまいじゃんそしたら林曲げるじゃんだし100ヤードから拾えるって考えで変わってるのが強いじゃん緑とかにショット曲げても無理にこういうねグリーン周り持っていくじゃなくて横出して120-30打ったら、まあ、ワンチャンパー拾えるから、うん、考えになってるでも無理に狭いとこ狙わなくなったしその時点でダボーもないしパーの確率も年間でやったらだいぶ上がってるし、うんでもめっちゃカットすんだよこれいけんじゃねえ絶対いけないのも一回俺にさいけるみたいな絶対いるよね止めるよだからこのコンビがいいね10回やって何回成功するのかいや止めてほしいのはこれコントだああ確かに確かにあると思う結果は決まってんだよ結果は決まってんだよけど1回やんだよこれはやっぱさ選手はさ、うん、行きたくなったらさ、うん、聞いて答えがダメだって言ってても行きたくなるじゃん、うん、そういうことをお願いするよ、うん、ちょっと1回やってみようああ、それができるのもいいよね、うん、俺が言っても聞かんやろね聞かんね絶対お前が言うなら余計行くわってなるやろ見せてみてそうなの意地になってるでもそれ
それが良くない。やっぱ統計、ね、確率論なの。そうですね。ラテの血が触るんやね。そうなの。どっちかってそういうゴルフ。そうですね。ドライバー持って、はい、とりあえず行っとけや。はい。はい。それをなんかした。変わったよね、去年ぐらい。へえ。去年のもう日本ツアーの終盤はもう自暴自棄。あどうせ無理だ、もうとりあえずドライバー振って。ああ。そしたら全然稼げない。うん。レアのリブ。11月ぐらいのメイワー行った時に気づいた。コース狭すぎて。ああ。セカンド狙って池入れてガッツパーとか取って。はい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 。やばいよなこの位置だみたいな。あそこで気づいた。やっぱちっちゃい試合良かった。良かった。そしたら人のこと冷静見つけ、人が狙ってどうなったかを試合中見るじゃん。そしたらあんなやってガッツパート俺みたいじゃん。ああ。私も去年一回あった。あそう。一緒に回って220ぐらいでスプーンで打てば、うん、越え池があって、ね、越えるパー5で4日間中2日間狙って普通に当たれば届くのに2ヤードぐらい手前で池に入って。わかる。でも一緒に回ってる子は普通にもうアイアンで刻んで3打目ウェッジでバーディーチャンスついてて、うん、もうセカンド止まってる、うん、で池入れて、うん、それで気づいて3日目刻んだんですよ、うん、で一緒に回ってる人が池へパンって入れて、うん、あこうやってやってたんだって、うん、3打目してこういう心情でさもう1回してて、うん、やってるわーみたいな刻めばいいのにみたいな、うん、って思われてたんだろうなって思ったもん、うん、最近とか一緒に回ってる選手がバーに行ってで俺よりバーディーパット遠くてパーとかだ。はいはいはい。いろんなパーの取り方はあんだなってよく言ってる。ボギー打つ選手もいるしさ。はい。で確率で言ったら絶対平均で言ったら刻んだ方がスコアはいい。そうですね。フェアウェイに置けるじゃん。150から150ヤード刻んでさ100だったんです。はい。フェアウェイ。はい。してたなんかめっちゃゴルフやる。なるほど。やっぱ世界ね海外出てから気づくもんなんですね。国内じゃ。多少のミスでも補えちゃう。ああ。いける気がしちゃう。そんな適当にやっちゃって。ちょっとマンネリしてる感はあったんですか。ああ。国内じゃん。あれ荒れるよね。確かに。国内でも僕は本気にはならないんで。そんなことない。むしろ国内の方が本気だから。勝ちたいもん。勝ちたいもん。だって俺シードないから。ああ。一発。あんま出れないじゃん。はい。シード取れなかったら来年何にもないよ。ミスしてるかも。ジェイホリックね。ぜひお願いします。ジェイホリック。あいつリブの次ジェイホリックで働いてるやんみたいな次の年。何それみたいな。ワンチャンあるから。ワンチャンありますね。今年ちょっと頑張って。お願いします。